トランクルーム、トライクルームは、個人や企業の部品を収納する貸し倉庫等の施設。個人においては、衣類や趣味、レジャー用品などの日常を使用しないもの、企業においては日常を使用しない、事務機器や書類などを収納するための貸し倉庫を指す。講義では、倉庫業法に基づき業者に収納物の管理責任があるものと、賃貸借契約に基づき利用者に管理責任がある。 物との2種類があり、市場への供給量は、後者の方が多い。競技では全社のみを指して用いる場合もある。実態に基づいてさらに詳しく分類すると、認定トランクルーム、営業倉庫の標準帰宅約館に基づく、トランクルーム、不動産賃貸のレンタル収納ペース、のずみコンテナの4つのカテゴリーに分けられる。利用客は、法人と富裕層の個人客が多かったが、 住宅地付近を中心に一般層の利用が増加しており主な利用者の9割は個人である東日本大震災以降災害の発生に備えて家財道具や思い出の品などを自宅以外の場所に収納しておくといったリスク分散の観点からトランクルームの利用が広がっている矢野経済研究所による調査では収納ビジネストランクルームレンタル収納 コンテナ収納の市場規模は、前年度比4%増の約456億円、2011年度と推計。東日本大震災を契機としたリスク分散としてのニーズの増加なども重なり、2012年度も、前年度比4%増の約474億円、見込みと市場の拡大が予測されている。なお、市場規模、2011年度の内訳としては、 倉庫業が手掛けるトランクルームが約33億円、前年度比約4.7%増、レンタル収納が約200億円、前年度比約4%増、コンテナ収納が約222億円、前年度比約3.9%増と推計される。 東京23区の屋内型トランクルーム数は2012年末時点で58,448室と2008年に比べほぼ倍増した。2011年末に比べても6%増加している。また、2012年の東京23区の屋内型トランクルームの平米単価は平均7,503円、月と2011年に比べ1.8%下落した。 貸ビル業者等が空きスペースをトランクルームとして有効活用するといった動き活発化していることが一因である。トランクルームと称して運営されている業態は主に二つに分類されている。倉庫業法第二条に定義される、その全部または一部を帰宅を受けた個人、事業としてまたは事業のために帰宅契約の当事者となる場合におけるものを除く、以下、 消費者という、の物品の保管のように供する倉庫を言い、国土交通省が定める標準トランクルーム約款が採用されている。また帰宅契約に基づき、物品の保管保証がある。さらに、同法第25条に基づき基準を満たした、バー有料である旨の国土交通大臣の認定、認定トランクルーム、有料、トライクルームを受けることができる。 標準トランクルームサービス約款では、荷物の出し入れを倉庫業者が行うか、利用者が出し入れするときには、倉庫業者の担当者が立ち会うことを定めており、その際には利用者から、受取証と印鑑の提出による申し込みが必要である。出し入れ、点検は、倉庫業者が定める営業時間内に限定され、保管料とは別に200両を課金する場合もある。 上記以外の主に不動産業者が行うスペース提供サービス。倉庫業法に基づかないため、主に不動産賃貸借契約に基づく場合が多く、物品への保険が付与されない場合が多い。セルフサービス方式で利用する施設が多く、出し入れのための手続きは業者ごとの設定によって様々である。24時間年中無休で利用者の希望する時間に出し入れできる施設がある。 主に複合ビルやマンションの一室や空き地へのコンテナボックスの設置などの事例がある。住宅やオフィス街などに立地するものが多く、一方で湾岸部や工業地帯などに多数存在する倉庫と対する関係になっている。首都圏の大規模、オフィスビル建築ラッシュなどの結果として、老朽化したビルの空室率が高まり続けており、レンタル収納スペースに転用する例が増えている。 2003年5月国土交通省の提言により、レンタル収納スペース推進協議会が設立され、モデル薬館、保険等の整備を行っている。また東京議会の基準を満たした、協会員の施設には、RS 推奨マークを付与している。2010年10月に、一般社団法人となり、会員は小田急電鉄、押入れ産業をはじめとする15社で構成されている。 不動産業者以外では鉄道会社が高架下を活用してレンタル収納スペースを運営しているものがある。高速道路運営会社が所有する高架下の土地をトランクルームとする事業も予定されている。2010年首都高速道路株式会社は寺田倉庫との事業協力にて高架下でのトライクルーム事業を開始した。昭和6年に倉庫業者が トランクルームを開設したのが始まり、昭和50年代頃から倉庫会社などによる主に個人消費者を対象とした保管業務を行うサービスが首都圏を中心に広がった。その当時まで機能、施設に関する基準は特になく、その内容は様々であった。また、この普及に伴い倉庫会社と消費者との間でのトラブルも続出し、1986年、 昭和61年5月に標準トランクルームサービス薬館が告示され、同年8月より実施された。それまでは企業間の取引を前提として制定された従来の標準倉庫帰宅薬館を消費者向けのサービスに適用していた。その中で消費者との間でトラブルが発生した時に必ずしも消費者保護の観点から適切な解決が得られないという問題が生じたため、 利用者の保護を図るために、標準トランクルームサービス約款が制定された。また2001年、平成13年6月には、倉庫業法が一部改定され、有料なトライクルームを国が認定する制度の創設、倉庫業者以外のもの、不動産賃貸業者などにより消費者を誤認させる、行為の金などが盛り込まれた。国土交通省と倉庫業者の側からは、 一家のように許認可を受けた倉庫業者だけがトランクルームという名称を使用するべきであるとの見解が述べられている。国土交通省運輸政策局が発行する運輸政策研究ボリューム6ナン、no. バー32003オータム通関022号では倉庫業者の代表を含む調査委員会が国土交通省によって設置され倉庫業者がトランクルームの名称を使用し非倉庫業者は これとは異なる名称を使用することが提案された。国土交通省総合政策局貨物、流通施設課が2005年に行った提言では、トランクルームサービスには、倉庫業者と非倉庫業者が提供するサービスがあり、前者は事業者が保管責任を負い、後者は利用者の自己責任に委ねられているが、そうした違いについて、利用者が十分に理解していない面がある。と、 注意を喚起している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。